ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回も前回に続いてのユージさん登場ということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でご紹介させていただく車が、メルセデス G350、はい、こちらをご紹介させていただきます、はい、いやー G350D ですね。 D です、はい、ディーゼル。そうです、はい、この色もなかなかかっこいいですね。意外と少ない色なんでですね、はい、これ結構いいと思いますよ。純正色ですか。純正色です。かっこいいな。かっこいいですよね。圧倒的に黒がやっぱり多いですよね。そうなんですよ。黒白がどうしても多いので、はい、はい、うん、逆にちょっと目立っちゃうような感じの。そうですね、はい、ね、目を引く感じ。そう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 、いい感じで。いや、それこそ僕あの黒のゲレンデを持ってるんですよ。そうですよね。まさに全く同じ車です、うん、G350D、はい、で黒今持ってるんですけど、うん、その前は白にも乗ってたんですよ。そうですね、はいはい、でグレーとかシルバーって僕どうしても行かない色だったんですよ。なかなか所有する色ではないなと思ってたんですけど、はい、最近になってこのグレーの魅力に気づいてきて、うん、なんか白黒がもうちょっと逆に嫌になってきちゃってる自分がいるんですよ、はい、グレーがなんか大人っぽくてかっこよく見えてきちゃって、うん、これめちゃくちゃいい、ね、なんかね、はい、こう飽きてくるわけじゃないですけど、白黒をこうずっと乗り継いでくると意外とこっち、うん、ちょっと変化球的な感じで、ね、しかもこのグレーって何色っていうんですか。これこれなんだっけな。イリジウムシルバーじゃないですよね、はい、もう一個薄いグレー、もう一個そうありますよね。あります。こっちがかっこいいわ。ね、これすごくいいですよ。すごいマニアックな話しますけど、うん、ゲレンデってカクカクしてるんで、うん、この光が当たる面と影になる面が出やすいから、うん、確かにそうで、影になったところが濃く見えるグレーなんですよ、はい、うん、だからそれですごいこのグレーだとゲレンデのこのメリハリがより際立つ、コントラストがこう効いてる感じですね。そうそう、出ますよね、うん、はい、いやだからそういう意味ではゲレンデのこの角張った車にめちゃくちゃ合うグレー。合いますよ。白黒だとせっかくのゲレンデのこのエッジがちょっとね、うん、もったいない時があるんですよ。分かりづらいね。分かりづらい、はい、このグレーはいいわ、うん、もうコメントが素晴らしすぎて僕が喋るところありません、はい、黙ってうなずいてるよ、ね、はい、いやいや、ちょっとじゃあ、うん、逆にこのゲレンデの、うん、はい、おすすめポイントを僕知りたいです、はい、今回ちょっとカスタマイズしてあるんですよ。そうなんです、はいはい、はい、いろんなところが多分純正と変わってるんじゃないかなっていう。このグリルだったり、グリル、はいはい、ブラックアウトされてますね、はい、うん、これラッピングですか、はい、これはペイントです。あ、ペイントでね、はい、塗られてますね。締まりますね、はい、グリルが黒だとね、うん、あのお好みによってここをメッキ残す人もいますし、まあ、もうそれはそれぞれですね。全部全塗りの人もいますし、グロスブラックにする人もいる。そうです。これツヤ消しですね。ツヤ消しですね。ちょっとボディカラーとの相性もいいですよね。そう、ブラックアウト結構、ね、うん、はい、シールはグレーのメタリックでマット、まあ、マットって言ってよりも半ツヤな感じなんですけどね。あ、そうかもしれない。完全なマットではないです。あ、本当ですね、うん、半ツヤだ。はい、あ、いい。意外とうちのボンドでカスタムするときって、うんうん、艶消しっていうオーダーをいただいたりするんですけど、はいはい、その時にアドバイスで、いや、全くのマットよりも半ツヤぐらいにしましょうよっていうお話をよくします、はいはい、うん、確かに落ち着いていますね。そうですね、落ち着いてるけど、うん、逆にこれをだからものすごい艶消しにすると、うん、ちょっとやんちゃ感出たりするんですよ。そうなんですよ。実はめっちゃマットにしちゃうとね。そうなんです。いいですこれ、うん、なんかちょっと高級感ありつつ、なんかどうしてもついてきちゃうこのナンバーステージ、この樹脂パーツとの相性もいいんで、そうですね、これが逆になんか嫌にならないというか、うん、これも含めてのトータルコーディネートができてる、はい、うん、バランスいいと思うんですよね。なるほどね、はい、でさらに、はい、これですね、スモークウインカーだ、はい、本当だ、うん、あ、さりげない、さりげないですよね。純正感ありますね。そう、へー、これもペイントですよね。そうです、はい、なるほど、うん、ちょっと黒くなってる。なんかね、やっぱりグレーのボディが生きてるというか、本当っすね、バランスなのかなと思います。見事だ、はい、これも結構重要っすよね。そうなんですよ。ちょっとオレンジにするとクラシカルに見えたりとか。そうなんですよ。あ、そうですね。クリアだと純正っぽく見えたりとか。うん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 、黒いメタリックのボディなんかでオレンジにしてこうクラシック感を出す方っていうのも結構多かったり。はい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 、うん、この車はでも合いますね。そうですね、うん、もうボディカラーにこう合わせていって考えていくっていうのもまた楽しかったりしますね。本当だ本当だ、うん、いくらでもやり方があるんでですね。ですね、はい、そして横に回っていくとやっぱホイールですか、はい、うん、ホイールがね、どうですかこれ。
これだからよくちょっとゲレンデでよく人気のオフロードカスタムみたいな時にはもうバッチリのホイールですね、これね。そうなんですよ、人気ありますよね、これ。ありがとうございます。うちのオリジナルのはい、ホイールになります。オリジナルなんですね。そうなんですよ、うちで作ったんですよ。よく見かけますよ、これ。はい、ありがとうございます。売れてますねゲレンデこうオンに持っていくかオフに持っていくか結構悩むところですよね、うん、はい、あ、確かに確かに、うん、ちょっとだからあの台口径ホイールにしてドレッシーにちょっとね、うん、はい、仕上げる人もいるし、逆にあの、はい、インチ下げて、うん、でそれからタイヤを太くするっていうね。そうです、結構ゲレンデでは最近そういう方多いですよね。多いですね、オフに行く方が。オフに行く方が多いですよね、うん、ですね。あれグラバーのタイヤってもう作ってないんでしたっけ。作ってないんですよ、もう。かー、ごっつごつのやつですよね。ごっつごつのね、うん、うわ、あれじゃあもうデッドストックなんですね。そう、今あるだけ、あるだけだと思いますね、うん、結構いい値段しますよね。します。やっぱ僕もゲレンデ2台乗ってるんで、はい、何度もグラバーっていうのはよぎったんですけど、うん、ちょっとあの躊躇しちゃいました、やっぱり。そうですよね、ホイールも変えなきゃなとかいろいろ考えちゃって、うん、これでもあとは、うん、そうなんですよ、はい、だから結局皆さん躊躇される方は多くて、はい、でこの実はこの車でこのタイヤを装着したオーナーも、はい、グラバーまでだとちょっとっていう、うんうん、なるほど。でもノーマルの普通のラジアルじゃつまんない、うんうんうん、っていうのでこれをチョイスした。そうか、ニットそうですね、絶妙だよなこれ、うん、行き過ぎてなく、うん、しっかりとオフに振ってるという。そうですね、うん、いいな、確かに行き過ぎてない、全然行き過ぎてない。 そうですよね、うん、そして変えておくと純正を別の用途に、そう、はい、冬用だったりとか、そう、スタッドレスに、そう、使えます。そういうメリット。そうかそうかそうか、うん、はい、ゲレンデの場合特にそうですね、はい、確かにそうだ、うん、ああいい、うん、でこれ黒でね、これも引き締まる、はい、でサイドミラーだけこれあえてシルバーじゃなく黒、うん、黒です。まさかラッピングですか、これは。これはペイントですね。あ、ペイント、これも半ツヤですね、うん、そうです、これも半ツヤです。半ツヤだ、うん、でこの下のパーツは純正の、そう、樹脂のままです ね、そのまま素地で。だからなんかすごいやっぱマッチしてる、うん、350D の場合は、はい、あのそのサイドモールっていうんですか、これ、うんうん、これに何の装飾もつかないんですよね。そうなんですよ、さすがお詳しいですね。お詳しい、はい、あの350じゃないゲレンデも持ってるん で、はいはい、で僕のやつは、うん、その350の前はここがカーボンだったんですよ。はい、カーボン真ん中の部分ですよね、はい、ここがカーボンがついてたんですね、はいはい、で 350D になってから何もついてなかったんで、うん、わ、ついてないんだって思ったんですけど、はい、でも逆にそのオフロード感を出すんだったらそこ取っちゃった方がかっこいいかもしれない、うん、確かに黒のストライプでピーッと。確かにゲレンデってこういう普通の車は樹脂パーツをなるべくみんな消したがって色塗っちゃったりとか絞りして同色にする方多いですけど、ゲレンデは樹脂パーツをあえて残す楽しみがありますね。ありますね、言われてみたら、うん、はぁ、極論的なこと言うと、うん、当然 G550G63 ついてるじゃないですか、ここ装飾が、はい、ついてます。外す方いますから。あ、やっぱそうですよね。そうなんですよ、これ仕様にしちゃう。そう、これと同じ風にしたいっていうんで、うん、そこの装飾だけ外してくれ。なるほど、やっぱり、はい、っていう依頼もあります。いらっしゃるんですね。いらっしゃいます。あ、確かに上のグレードに行けば行くほどちょっと高級感が、そうなんです。はいはいはい。うん。アップしてきますからね。そう、はい。そこをこう外したい。オフ感を出すんであれば、うんうんうん、あえてこう350に近づける方が。そうですね。はい、確かにね。うん、もっと極論言うと、このミラーをもうすごい簡易的なやつに変えちゃう人いますからね。はい。ここから、はい、そうです、プロフェッショナル、プロフェッショナルになってくるとね、はい、そう、だからまあ言い方が合ってるか分からないですけど、ダウングレードを楽しむっていうのも一つのカスタムですよね。そう、いい部分を外して逆にローテクにするっていう。そうなんですよ、だからそれが似合うじゃないですか、この車はね。めちゃくちゃ似合う、はい、どっちでもいけます。ほう、なるほど、不思議な車ですね。なるほどなるほど、うん、はい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 。そして後ろも同様に、あ、はい、そうですね、入ってまして、うん、はい、はいはいはい。出面もいいですね。いい感じですね。あ、もうバチバチ。え、これバチバチです。スペーサー入ってんですか、これ。入ってます。あ、やっぱりね。そうです。で、元々のホイールのオフセットプラス、はいはい、ホイールスペーサーを入れて。入れてんだ。そうで、ホイールは出ないんですけど、うん、タイヤが若干出るか出ないかぐらいの。はいはい、はい、いや、ゲレンデって、うん、特にこの方は今新型出ましたけど、はい、この方は皆さんが思ってる以上に実は横幅がコンパクトなんですよね。そうなんですよ。だから日本の道路事情にすごい合ってるんですけど、一方で背が高いんで、うん、ゲレンデの悩みってそのカーブの時にこの振られるんですよ、うん、すごい、はいはいはい、
これ以上スピード出したら倒れちゃうんじゃないかってぐらい、だからやっぱカーブは慎重になるんですけど、うん、スペーサー入れるだけで気持ちちょっと変わりますから。そうですね、意外とそのちょっとでちょっと変わるんですよ、うん、本当に安定感がね、はい、出ますから。重要、はいはい、ただねその代わりゲレンデはもういつも思うんだけど、このマットガードが役目を果たしてないのよ明らかに足りてないのよ横幅が、うん、ここまでないとおかしいんだから、ここ、この分足りないですよいつも。だからこれ外しちゃう人も結構いますもんね。結構多いですよね、うん、これ外しちゃう人結構いるんだよな、うん、いやそうなんですよ。そうだ、だから AMG フェンダーになってるんですよねこれ一応ね、350D なんで。そうですよね、はい、だから一昔前の350とかだと本当にこれの半分ぐらいしかないフェンダーで、あの時の泥除けなんですよこれ。そうなんですよねそのまんまの。そうで AMG フェンダーをつけてる車になってくるともう純正の時からもうタイヤの方が出てるんですよ、はい、だってここの泥を避けるためのこれなのに、うん、まあいいや諦め、はい、ました。ゲレンデ乗ってるからこそ言う、はい、そう、はい、オーナーだからこそ分かる、そうそうそうなんです、細かいポイントなんですよね、はい、あ、うん、これもちゃんと塗ってる。そうです、はい、あ、いい、あ、本当だ本当だ、うん、そしてエンブレムも、はい、本当ですね、うん、エンブレムもね、はい、でもちろん ここのメッキもね、はい、でそこはラッピングされてます。あ、これラッピング、そう、へえ、あとこういう細かい、あ、はいはいはい、ここもやってる、うん、いやこれ外す人もいますけどね。そうですね、はい、ね、スムージングしてる方もいらっしゃいます。スムージングね、はい、もっと簡易的なのでキャップだけでね。そう、キャップだけで本格的だったらスムージング。そうです。いやでも僕は、うん、ゲレンデで全部のタイヤパンクしてるんですよ。そんなことあります？いや僕ね、うん、あの全ての車がパンクする男なんですよ。素晴らしい。どこ走ってるんですか？いや、どこ、本当だよね。どの車乗っても。そんな素晴らしい経験ないですよ。必ずパンクするんですよ。毎回は妻からは、またと、うん。なんであなたが乗るとパンクするのと。本当、ひょんなことでパンクするんですよ。例えば、カイエンも買って、新車で買ったんですね。うん、カイエン GTS を、うん。買って1週間で、すごい狭い道入っちゃって、で自動販売機があって自動販売機ぶつけたくないんで、うん、もちろん避けたんですけど、自動販売機が乗ってるコンクリートの土台があったんですよ、はい、その角にタイヤの横が当たって、でゲレン、あ、カイエン重たいので、うん、その角に車重でギュッと当たっちゃって、はい、そのままプシューっていっちゃったんですよ。でその後はあの工事現場の人が何、あの釘を落としてて、うん、で工事現場の人がみんな物を片付けて、すいませんどうぞ通ってくださいなんつって通ったら、もうそのまま釘が刺さってて、はい、まあまあまあ、そういうこと。とにかく僕の場合は、はい、このタイヤを自分で交換したんですよ、パンクして、はい、すごい重いでしょ。めちゃくちゃ重いし、ここのね、これの外し方が分かんなくて、これね、はいはい、でも実はこれマイナスドライバー突っ込んで簡単に外れるんですよ。でも覗いてもらうと分かるんですけど、はい、鍵穴にしか見えなくない。そうなんですよ。だから僕ディーラーに電話して、うん、すいません僕あのスペアタイヤの鍵なくしちゃって、はい、あれ鍵じゃないんですよえ鍵穴ですよって言っていや鍵穴じゃないはずですって言って、うん、いや絶対鍵穴ですと、うん、鍵持ってきてくださいって言ったら、うん、いや鍵じゃないんですドライバーなんですよね。ドライバーで今は回るグリッド。昔は鍵ついてたんですよ。あ、そうだったんですか。そう、でもそのトラブル、開かなくなるトラブルとか鍵なくしたっていうことがあるので、はい、あのある年式からこのマイナスドライバーで行くようになった。いや、そんで簡単にもうマイナスドライバーつけたらカチャッとやればもうこれカバーが外れて。そうです。このカバーめちゃくちゃ重いんですよこれ。めちゃくちゃ重いですね。ね、うん、めちゃくちゃ重いですよ。カバー外したらこの鉄板がこれもうあのキャプテンアメリカのシールドみたいな。そうですそうです。まさに。もうベンツシールドみたいな感じでここもうこれすごいですよこれ。これ重たいんですよ。ね。はい。すいません、スペアタイヤ話。いい。もうだからユージさんにしてみれば僕は絶対必須ですね。そう。ファッションとかじゃなくて必需品。はい。ね、なんかわかります。はい。まあやっぱゲレンデのこと語ったら僕は止まんないですね。そうですね。はい、はい、あのさっきのあのベンテイガよりもより熱くなる感じで。そうですね。はい、はい、オーナーだならでは。そうですね。はい、これを持ってますし、その前も乗ってたんで。うん、はい。あ、開けちゃいそうなっちゃう。もうちょっと。あ、でももう中見ていいですか。はい、いいですよ。じゃあ見ちゃいますよ。やっぱこの方は重たい。うん、はい。リアゲートが重たい。そうですね。でもこれ背面タイヤついてるから結構重たいんですよね。そう。確かにそうなんですよね。はい、うん、そうなんですよ。ないと結構軽くなるんですよね。うん、強靭なフレームに取り付けされてますからね。そうなんですよね。はい、カメラマンさん映りますか。ものすごい。このタイヤ、うん、
もう持つ機会ないと思いますけど持ったら分かりますよね、はい、こんな重いのを支えてたんだっていう。そうなんですよ。これ外すだけでだいぶ燃費変わるんじゃないかな。本当にそう思いますよ ね、うん、で外しちゃうと締まりが今度悪くなっちゃ う、 そう軽すぎて、うん、軽、はい、ゲレンデの場合結構強めに、これでハンドバーですから、はい、そうだから結構強めに、うん、こんぐらいやんないと。そうですね、ね、うん、背面が押してくれてるんで一緒に、はい、でも見てください、やっぱゲレンデといえばこの荷室の広さ。そうですね、これがもうみんながやっぱりいいという一つの部分ですよね。まあ、綺麗に四角形で上まで使えますからね。これ広く使えます。早速父親目線の話させてもらうと、はい、どうぞ。うちの子供がやっぱ小さい時にベビーカーですっごい助かったんですよ。はい、何が助かったかっていうと、畳まず乗るっていう。あ、確かに立てたまま。そう、はい、それはすごくわかりますね。はい、こんな車ないですよね、うん。だからもう子供がこういてベビーカーで来て。はい、子供を、ね、ね、はい、下ろして中乗せて、はい、で一人にしたくないから早くこっち戻ってきて畳むんだけど、はい、もうどうやって畳むのか分かんないみたいな。そうね、うん、で入れてっていう、それが、ね、ないんですよ。もう、うん、広げたまんまここに差し込めるんですよここにベビーカーあるんですよ、うん、降りる時もね、うん、子供が寝ちゃって、うん、ベビーカー下ろして早く乗せたいけど、うん、もうこのまま下ろせば OK なんだよ、うん、最高最高ですね、無敵、はい、もう一個言っていいですか、はい、うち子供が年子なんですよ、はい、で2人乗りベビーカーだったんですよ。あ、そう、2人乗り、双子用の2人乗りベビーカーだったんですよ、うん、それがそのまま入るんですよ。そんなのないですよ。だからうちはね、ゲレンデに関してはものすごい助けてもらいました。なおさら使い勝手いいですね。はい、うん、めちゃめちゃいい。なるほど。でこの方の方がちょっと広いですよね。はい、新型はもうちょっとここのね、うん、そう、ここが高くなっちゃって。そうなんですよ、ね、そうなんです、ね、さすがお詳しいですね、ね、はい、もうチェックしてますなるほど、うん、そしてこの高さを必要としない方はこのスペアタイヤ この出っ張りがあってちょっとフラットに取れないんで、はい、はい、はい、ここをフラットにする部品なんかも、はい、あ、ございますんで。そうですよね、はい、ここに引き出しがついて。そうです、あれも便利ですよね、はい、あのゴルフのキャディバッグなんかはそのままドンって乗せられるんで、はい、あれがあることによって。なるほど、はい、もう平らにフラットに使えます。あ、それ僕気になってました、はい、僕だからゴルフ好きなんで、うん、ゴルフバッグ積むんですけど、ここのどっちかに引っ掛けなきゃいけないじゃないですか。そうなんですよ、だからクラブ曲がっちゃうんじゃないかなとか。そう、すごい気にしてたんですね。そうか、うん、その板があれば気にせず乗っけられると。そうです、ザクッと乗せられるんで。なるほどね、はい、ベビーカーを卒業したらフラットがおすすめでございます。そうです、それで言うとね、はい、卒業したんですよ最近、はい、行っちゃってもいいですね。そう、もうぜひね、はい、なるほど、はい、ただ一つ問題があって、はい、奥様が納得するかところですね友人の宅的には、ね、はい、そこなんですよね。そこです、はい、基本的にゲレンデは妻の車なんで、ですよね、はい、そうですね、はい、要相談です、そうです、はいはい、あれいいよな、うん、これで内装の色が分かりました、ね、はい、ブラウンなんだ。そうなんですよ、はい、これだから純正じゃないですか、うん、外装色も内装色も、うん、そうです。結構なんかそのセンスあるオーナーさんというか、はい、決して安い車じゃないの で、 そうです、ね、みんなやっぱ安パイな白黒に行きがちなところ、うん、ね、内装も黒を選ぶ方圧倒的に多い中で、圧倒的に多いです。センスが光るわ。そうですね、ブラウン行ったんだ、うんうん、この外装でブラウンなんで人よりちょっと納車待ちだっただろうな、だと思います ね、うん、白黒は即納ですからね、はい、あ、今ちょっと待つのかな、うん、あー、すごい、うん、この旧型かー、いい、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、うん、ボンドさんのカスタムが光りますね。ありがとうございます、ありがとうございます上品だもんな、うん、いい感じにできてますよね。いい感じです、はい、ほんとほんと、黒とグレー以外の色がない、うん、そうですね、ですもんね、うん、そう、はい、はい、じゃあ気になる内装に行きますか。内装行きましょう、はい、はい、D350D は右ハンドルしかないんでしたっけ。そうです、そうですね、右のみです。それがでもいいっていう方結構いますもんね、はい、割り切れますから右しかないんだっていう。出た、出ましたよ。うわ、ちょっと待って、はい、このハンドルはもしかして、はい、リアルカーボン。そうです、いや意外とやっぱ、うん、これリアルな話で、はい、今の350、僕の乗ってる 350D は、うん、レザーなんですね、はい、純正が、はい、うん、でその前の550乗ってたんですけど、うん、それは僕、ここウッドだった、はいはい、で圧倒的にどっちも乗って分かるのはここが硬いだけで運転しやすくなるんですよ、うん、本当にここがね、ふにゃふにゃのレザーが巻かれてると気持ちいいんですけど、うん、ゲレンデってステアリング超重たいんで、はい、結局その
食いつきがちょっと違うんですよね、うん、ここが硬いだけですごいその手が吸い付くような感じで、はい、キュッと曲がるんで、うん、めちゃくちゃいい素晴らしいですね。オーナー目線のすいません語っちゃって、いいえいいえ、今の車もゲレンデじゃないんですけど、うん、はい、カーボンステアリングに変えたんですよ。あ、そうなんですか。本当にあのそれが好きで僕は。これいいですよ、はい、高級オプションだ、うん、出たこれ。はい、どうですか。これもつけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、はい、一番良くて、はい、つい先日も土方さんに電話して、はい、あの僕の知り合いでゲレンデのドリンクホルダー、はい、悩んでる人がいるんでプレゼントしたいんで、はい、売ってくださいっつって買いましたもんね。そうですね、ありがとうございます。とある芸能人の方です、はい、かなり有名な方ですね、はい、で実は今日その方に会って、はい、ゆうじくんつけたよと。あ、本当ですか。感動したと。あ、本当ですか。で何が感動したかっていうと、うん、今まで、うん、あのそこら辺で売ってるカップホルダーを勝手につけてたらしいんですけど、はい、やっぱゲレンデの場合は閉めたら分かるんですけど、はい、当たっちゃってたんですよ。そうなんですよ。これでもう毎回ガチャって外れたりとか、はい、もううんざりしてたらしくて、はい、これすごいっすよ、はい、もうね、もう専用品で作りましたから。これの愛情いくらでも語りますよ、はい、これのいいところはまずこのホールド感、はい、がっちりしてる、うん、そうなんですよ、グラグラしないんですよ。そう、グラグラしないんです。で、なおかつ純正感、はい、そうなんですよ、純正感があるんで元からついてたんじゃないのっていうぐらい、はい、で、エアコン使える、はい、で、ドアが当たらない。そうなんですよ。で、ドアが当たらないだけじゃなくて、窓のボタン操作も邪魔にならないんですよ。そうなんですよ。よくできてるね。車外のって意外とパワーウィンドウとかドアミラーの操作したいときに邪魔になっちゃうんですよ。そうなんですよ、はい、で、あとはなんかそのここら辺操作するものいっぱいあるんで当たったときにカチャカチャこう動くんですよ、うん、そうですね。これはね、軽く当たったぐらいじゃ全く動かないんで、はい、見事です。ありがとうございます。これはゲレンデ乗りは絶対つけた方がいいですね、はい、あの旧型のゲレンデ乗り、はい、内装いいね、うん、ブラウン、はあ、まあいつも見てる景色だな、はい、見慣れた感じですか。見慣れてます、はい、見慣れてますね、うんうん、あれうちのやつは何色だったかな。ここピアノブラックもありましたっけ。ここピアノブラックはなかった、ね、この色ですか全部。ああそうですね。あ、じゃあうちもこの色なんだ多分、はい、だから多分これが茶色とかでおしゃれな内装になってるんで、はい、急にここも目が行くようになったんだ俺が。イメージが変わるんですよね、シートの色が違うからですね。はい、あ、なるほど、うん、やっぱゲレンデは、あ、そうですね、横幅が意外と狭い車なんでやっぱここのね、そう、細くて、うん、隣の方との距離が近いですよね。そうですね。だからカップルなんかは、うん、たまんないんですよお、確かにそうかもしれないです、はい、カップルにとってはたまんない。いやでもやっぱゲレンデの視界に勝てる車ないな、うん、本当に。で、ゆうじ君の奥さんもそうだと思うんですけど、はい、結局、うん、見た目と違って、うんうん、乗るとそう運転しやすい。めちゃくちゃ運転しやすいです。そう、もうこんなでかい車嫌だって思いがちなんですけど、うん、全然でかくないんですよ実はね、うん、数字的にもでかくないし、うん、乗ってみたらよりこの四角いんで、うん、むしろ他の車が運転しづらくなっちゃうんですよ。そうですね、ね、うん、一回ゲレンデ行くとそうこの角が分かりやすいんですよね。本当、はい、ウインカーのレンズでそうなんですよ、はっきり分かるので、あの辺が角って分かるん で、はい、で後ろももうモロ、うん、はい、モロ、はい、あそこが角だなっていうところが角なんですよ、ね、すぐ分かるのが。そう、うん、だからタイヤの出っ張りだけ気をつけなきゃいけないですけど。そうですね、うん、だけどそれ以外も何にも気にならないし、うん、今時の日本のそのパーキングとかのサイズにちょうどぴったんこなんで。そうなんですよね、ほんとそうなんですよ。使い勝手がいいです。都心なんか乗っててもあまり苦になることはないですね、はい、ですね、はい、だから新型になって確か10センチ近く。そうなんですよ、車幅が増えちゃったんで。そうですよね、うん、結構増えたんですよね、確かね。結構増えました。だからあれだけでもだいぶ行ける場所が変わってきたりしますからね、うん、そうなんですよ本当に、うん、絶妙だったなこれね。いいと思いますね。いいですよね、はい、いいな、うん、他はゆうじさんのなんか、うん、ゲレンデここがいいんだぜポイントありますか。そうですね、はい、ゲレンデは、うん、なんだろうな、なんですかね。まあでも、うん、これだってこれ2019年とか18年式ですよね。これはね16、17か、うん、いや数年前じゃないですか、はい、数年前のに未だに鍵さして回す車なんてないですよ。そうなんですよね、うん、普通もプッシュスタートでボタン一つでピで、うん、鍵やポケットみたいな、うん、はい、ゲレンデは未だに刺して回すですからね。そうですね、スーパーアナログですね。本当ですよね、はいはい、うん、で窓ガラスも、うん、ボタン下はオートだけど、はい、上は上げっぱなしじゃないですか。そうなんですよ。
え、この時代にみたいな、ね、それが好きですね、はい、でワイパーとかも未だに見えてるんですよ、確かに、はい、普通ワイパーも今運転席から見えないですよ、はい、隠れて、うん、いやだからこの時代にこれを貫くゲレンデのそのスピリットに感動しますね僕は。うん、確かに、いやすごいですよ、うん、こんなのだってもう未だにこれつけてるんですよ確かに、全てが味ですよね、味、はい、本当に締まりの悪いドアと本当本当これですよ、ね、だってたまにあの子供たちが反動になるんで、うん、もう本気で締めてくるんで鼓膜が破れそうになるんですよ急になんかバチッて密閉されて耳がそうですね、密閉感もすごいですからね、すごい、うん、で癖になるんですよ、確かにあの音が、はい、本当にでも確かにお子さん、子供なんかは結構ドア力強く閉めるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとセダンとかだと思うって思っちゃうんですけど、うんはいはい、ゲレンデだとこう許されますね、気になんない、はい、閉めて、うん、その代わりゲレンデ乗りが他の車乗った時に嫌がられる、はい、そんなドア強く閉めないでみたいな、はい、確かにでサイドブレーキも未だにガチャガチャガチャって引かなきゃいけないし、はいねうん、このなんかアンティーク感っていうのはもう本当に素晴らしいなと思いますね。今にしてみれば唯一無二というんですかね、うん、もうこの車でしか味わえないポイントがすごく多いので、本当ですよね、はい、本当にそう思いますね、うん、そうなんか僕は好きですね、うん、うん、あとゲレンデの魅力っていうのはでもまあ、僕あと後ろの席行っていいですか、うん、おもちろんもちろん、後ろで結構好きなポイントあるんですよ、実はこの時代のゲレンデ、まあ、数年前なんですけど、うんうん、後ろの席の椅子が高くなってる、そうだから、うん、見てもらったら分かるようにここのまさに土方さんのこの椅子の座面から、うん、窓枠のこの一番低いところの位置が、はい、もう何このぐらいしかないんですよ、そうなんですよね、このぐらい、うん、だから子供でも、うん、外の景色がよく見える、よく見えますね、これがうちの子供たちが一度も履かない車なんですよ、なるほど、はい、これ最強、うん、マジで最強、うん、それまでは、はい、結構酔っちゃってたんですか、奥さん、ね、お子さんは酔ってました、あ、はい、めちゃくちゃ酔ってて、カイエンでもゲロ、うん、S クラスもゲロ、うん、僕ボンドさんで CLS63NG っていうのを実は昔買ったんですよ、そうですね、で、すぐにまた売っちゃったんですけど、うん、あの車でも一回履いてます、はい、あの時言わなくてすみません、いいえあでもね、ちゃんとクリーニングもしてもら、車内クリーニングも出しても、はい、やってもらったんですけど、うんうんうん、どの車でもやっぱ入っちゃうんですよ、うん、でうちはもうだからうちの子が酔いやすいだけかと思ってたんですけど、うん、ゲレンデになってから一回も履かないんですよ、うん、だからやっぱゲレンデのこの視界の良さっていうのは、うん、やっぱ子供にとっては結構その視界だけでもだいぶ変わります、いや全然変わるでしょうね本当に、うん、アイポイントの位置ってやっぱり大事なんですよ、本当ですね、はい、最初心配だったんですよ、ゲレンデって乗り心地が割と結構そのガタガタしてる部分があるんで、うん、そうですね、これはどう出るか分かんないと思ったらそれがいいみたいです、うん、なんなら爆睡です、そうですか、もうこんな車揺れてガッタンガッタンになってるのに爆睡ですね子供、逆にこの激しめなのが好きなのかもしれない、はい、かもしれないですね、かもしれない、大人になってしまうと乗り心地がどれだけソフトだとか、はい、シートの座り心地があったって考えますけど、うん、はい、やっぱりお子さんは違うんでしょうね、多分違います ね、 ね、うん、で一応ちゃんと、うん、さっき言ったようにこんなに古典的で鍵も回さなきゃいけないとか言ったんですけど、うん、一応チャイルドロックもついてて、はい、だから脱走できない、うん、でウィンドウロックもついてる、はい、だからやっぱこれだけ窓がでかいと、うん、それが心配じゃないですか、そうですね、勝手に窓開けちゃうとか、はい、そういう機能はちゃんとついてるんですよ、うんうんうん、シートヒーターもついてる、うん、そう、はい、シートそうなんですよ、リアもシートヒーターついてますから、そうなんですよ、意外とだから、うん、そういう配慮はちゃんとあるんですよね、そうですね、でカップホルダーもこの車になってから、はい、うん、2つつくようになったんですよね、そうです、これがね、うん、いいんですよ、意外に使えるっていう、はい、そう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 、エアコンもちゃんとあるし、うん、そうね、エアコンが、はい、古いしたらあれですけど、うん、ベースの設計古いのにゲレンデってエアコンがやったらちゃんと効くんですよ、うん、やっぱそうなんですか、早いんですよ効きも、いや僕そうだと思ってたんですけど、うん、やっぱ他のやつもそうなんですね、はい、へえ、ゲレンデっていう車種はすごくエアコンの効きがいいです、それはいいっすね、すごくいいです、案外それが大事ですよね、いや大事ですよね、特に日本は本当、うん、平気で40度超える時代ですからね、そうです、確かに言えてる、うん、うん、そうだよな、うん、あ、そんでゲレンデのもう一個いいとこは、うん、真ん中の席がサブ席じゃないっていうところが、そうですね、確かにちゃんと座れるんですよ、座れる、そうなんですよ、うん、だから俺が降りた方が分かるかな結局この椅子と同
じ椅子が真ん中あるんで、そうなんですよ。3人平等に同じ座り心地なんですよ。ちゃんと3人分なんですよね。こういう感じなんで、ね、はい、すごい普通にいい感じです、ね、だから補助的な椅子じゃなくて、そう、だうちは5人家族なんで、うん、チャイルドシート、息子、うん、チャイルドシート、うん、あー、はい、息子真ん中なんですけど、なるほど、息子もチャイルドシートに挟まれて寝てますもんね。そうでしょうね。全然なんかだって座されて、あの座らされてる感がないですよ。そうなんですよね。ヘッドレストもちゃんと他のやつと同じ、そう、引っ張り出すサブじゃないんですよ、うん、これいいですよね。これいいんです、うん、考えられてる。めちゃめちゃいい。いや、すごくいいですね。倒す人実はそんなにないんですけど、倒したら結構広いですよね、はい、相当な量を詰めますよ。すごい量を詰めるんですよね、うん、ゲレンデってやっぱいいな改めてね。しかもスピーカーがね、うん、ハーマンカード意外といいスピーカー積んでるんですよ ね。そこにお金かけたんだみたいななんでですかね、不思議な感じしますけど ね。他にできることなかったんだけど確かにそれ思いますね。ね、はい、窓上に上げる音ぐらいつけてほしかったっす、はい、そうなんです。雨の日あれずっと上げてるのしんどいんですよ。そうめっちゃ入ってくるから、ね、その要望が多くて、あの社外のワンタッチパワーウィンドスイッチあるんですか。あるんですよ、これついてますよ。え、そうなんですか。知らないんですか。うわ、俺それ知らなかった。オーナーさん困りますね。マジそうなんだ、はい、ゲレンデは結構そういう不便かなっていうところは、アフターパーツで結構ありますね。意外とあった、ね、あるんだ。そうなんですよ。あ、採用でございます。へえ、知らなかった、うん、そうなんですよ。あ、それはちょっと今でもつけたいやつだな。ちょっとやってみますか、ね、やってみていいですか。いいですか、やってみて。キーをじゃあオンにして、キーがあった、よし、じゃあオンにします、はい、これ刺して回す、うん、でもこのひねり感があるのがちょっとやっぱ車好きにとっては嬉しかったりするんですよね、はい、そうなんですよ ね。だからすごくポルシェもだから、うん、ね、あの鍵はポケットでもいいけどちゃんとつまみがあったりするじゃないですか、うん、遊び心が、うん、ね、うん、遊び心っていうかその、うん、ドライバーの気持ちをちゃんと理解してる、欠けてる感がありますよね。そうなんですよね、儀式としていいですよね、うん、確かにポルシェは左なんでしたっけ。そうですね、はい、確かあのレースカーだから、うん、車に乗ってすぐエンジンかけれるように左にしてるんですよね。あ、そうだ、昔座って言われてましたね。窓行きますよ、はい、これ下げるのはついてるんですよ最初から。はい、問題を上げるときに一回じゃやってみますよ、はいはい、できないでしょ。違うんですよ。え、2回クックってやってください。え、はい、何それ。クック、うわすげえすごいでしょ。ちゃんとついてるでしょ、社外の。本当だ。そうなんですよ。あ、だからそっか、途中で止めたい人もいますもんね、うん、だから1回だったら好きなところ止めれる。そう、上げちゃいたいときは2回クックってやればいいんだ。そうだ、1回これは最初からついてるもんね。そうです、純正で、うん、で2回クックッ、おすごい。ちょっとあの軽く感動するでしょ。するゲレンデでこれがついてると、これだけで大体の悩みが解決されました。そうですマジっすか、はい、後ろはついてないのかな。後ろはついてないんですよ、さすがにね、はい、つけようと思えばつけれるんですか。後ろもつけられますよ、つけようと思えば。そうなんだ、はい、すごいな。運転席だけなんですよ。あ、だいぶ解決だな。はあ、はあ、ね、はあ、いいでしょう。うん、はい、いいです、うん、アイドリングストップもついてるし、そう、ナビも全然もう十分。そうでしょ、うん、まあ別にこれで大体どこでも行けます。これね、はい、実は、ええ、あのユージ君のやつはもともと8インチモニターでしょうけど、はい、これ実は8インチモニターじゃなかったんですよ、もともとは。え、 G350D でも、うん、本当 G350D の出たてって7インチモニターだったんですよ、はい、あ、ちっちゃいやつ。これ変えてるんですね。そう、8インチにしてるんです。あー、なるほど、はい、なんですけど、うん、まあ、うちでも商品としてこう出してたりするんですけど、おー、ほぼほぼオリジナルに見えます。ん、いや、本当そうだと思ってました、はい、言わないとわからないです。本当だ、うん、へー、はい、そうなんです。すごいな、はい、いや、さすがですね、ボンドさんは、はい、抜かりなく、抜かりない、はい、見事。あとポイントなんかあるかな。これはオービス系の。そうです、ドライブレコーダーと、あ、ドライブレコーダーね。そうです、はい、レーダー探知機が一体になったものです。あ、いいですね、ドライブレコーダー、はい、マストですね。マストですね、今の時代は、うん、ほんと、うん、あ、いいな、やっぱゲレンデはいい、うん、おし、あとはなんだこんなもんか。はい、まあ、あと音かな、この排気音が、排気音、あの、まあ、ディーゼルなんで多少のカラカラ音ありますけど、うん、そうですね、だいぶ良くなりましたね。そうなんですよ、 350D になってから革新的に静かになったんですよ。なりました、はい、もうカラ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 じゃなくなって、そう、もうこれだなんていうんですか、なんかね、なんかこう、うん、ちょっと大きめのガソリンエンジンみたいな。そうなんですよ、そう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 、全然違うんですよ、全然違う、ね、いい、
はい、これもちょっと乗ってみますか。乗ってみますか。あ、どっちでもいいですよ。はい、どっちでも全然、はい、全然僕も。ゆうじさんのじゃあ日常が見れる感じですね。あ、じゃあそうですね、はい、ちょっと乗ってみましょうか。う、ね、いいですか、ちょっと、はい、じゃあちょっと乗らせていただきます。はい、はい。